は、キング TV スタッフのトミです。 AG とぬっちゃんです。どうも。フライドチキン、うん、美味しい。初めて食べました。うわすごいこれ。辛い、辛い、めっちゃ辛いね。さっきヒゲじいが飲みたいって言ったじゃないですか。うん、私できる部下なんで用意しました。やったー。もうやめましょう、今日やめようか。あのですね、普通に飲むだけじゃつまらないので、いろいろな割り方を紹介したいと思います。超一般的なソメからいきたいと思います。ソジュのソとメッチュ、ビールメッチュのメでソメ、焼酎に対ビール8ぐらいが美味しいらしいです。これ CG が得意なんじゃないですか、どっちかっていうと。どのぐらい上司に継がせるから大丈夫だな。アルコールの方が、焼酎の方が高いから下に行って、焼酎の方が、ビールの方が上に行くじゃん。めっちゃ混ぜてる。あ、いい。同じ原理、同じ原理、大丈夫。はい、乾杯。エアコンで乾杯。うまい、美味しい。一気に飲みました。え、一気じゃなかったの早い。ガチ飲みしてる、ガチ飲み。晩酌始まってるでね、でね、このそんべんにコーラを入れるっていうやつもあって。コーラ、それ私飲みたい。個人関連、中がコーラ。あ、すごい、これね、すごい酸素になってて、このコップにビールが入ってて、一番下にこの普通のソジュカップにコーラ、さらにその上にソジュ2枚重ねてるってことだ。で、これをこう飲むと苦い後に甘いのが来る。はい、え、これ一気飲みしないと意味なくない？そうなんだよ。厳しいな厳しいな。いただきます。最高です。あ、それだよ、それそれそれ、まさにそれ。ただもう何も考えられなくなってきた続いて、まず炭酸ボンボン酒。炭酸ボンボン酒はボンボンっていう白ぶどうジュースがあるんですよ。ボンボン、白ぶどうジュース4、炭酸水3、ソジュ3で炭酸ボンボン酒。次、チェリーソジュ。チェリーソジュ、これね、ちょっと事前に海を1時間から4時間ぐらいつけといて、めっちゃ美味しそうじゃないですか。それ焼酎に何か映えるやつ、ね、いやー、おじさん的には無理だよ、これ可愛いんだけどえ、これ最近流行ってるかな。普通にインスタ映えなんだけど。それも入れんの？そうそうそう、これも入れるの。プニプニ食感がいいらしくて、女子会とかで出てくるのかな。じゃあ、ねっちゃんぜひ飲んで。え、でもさ、これ焼酎だけってことですよね。めちゃめちゃ入れたくない大丈夫大丈夫、ちょっと多くない次、アメリカーノ。チャミするとコーヒー混ぜたもの。なんか韓国映画の6年目の恋愛中っていう昔の映画で出て有名になった割り方らしいですよ。アメリカーノ、ちょっとおしゃれな。でも面白い、知らなかったから。そういう割り方があるのは面白い。今割ったやつ飲んでみますかね。乾杯。乾杯。匂いはすごい美味しそうです。グミのソメリカーノ美味しい美味しい。あ、でも焼酎でも焼酎食べながら、いや、それ入れすぎたんだって絶対ボンボンな味しかしないそれが目的なんで、まあ、飲みやすいじゃん。そう、飲みやすくするためのあれなんで。ちょっとグミまでいかないの。プニプニしてる。グミグミにまで焼酎が染み込んじゃってる。まあ、焼酎が好きな方は好きかも。うんうん、ちょっと気になる。別々で食べた方がいいか。ソメリカーノすごい美味しいです。これもまたソジュの臭み。いや、入れすぎ入れすぎ確かにコーヒー入れることでアルコールの匂いがしないから。これついつい飲んで酔っ払うやつ、やばいやつ、うん、美味しい。美味しいですよね。まさかのアメリカ今日の大ヒット。飲むよ、コーヒー飲めない。じゃあちょっと最後いきますよ。ラスト、最後、オイソジュ。オイとは韓国語でキュウリのこと。バイバイ。いただきます。キュウリの匂いする。キュウリの匂いすごいね。あ、なんだろう、キュウリの味もする
なんか、鼻からキュウリなんて説明したらいいんだろう。なんか一応、キュウリの香りが焼酎の癖やアルコールの匂いを抑えて飲みやすくして、爽やかな味わいにしてくれるらしい、うん、あでも確かに普通の焼酎よりは飲みやすいかもしれない。なんかこれに塩を振ったりスパイスを加えて飲んでも美味しいらしい。へえ。さっきのチキンと一緒に飲みながら味見してみた方だな。あ確かに、どうぞどうぞ。目の前にあるじゃないですか。いやもう腹が食べ過ぎた。途中なんか美味しいのありました。僕はコーヒーのこれなんです。あえこれ本当美味しかった。私もソメリカーの推しです。でもコーヒー好きな人しか飲めないソメリカー。これが一番本当に匂いが全然しない。焼酎の味はするんですか。いやしない。もうコーヒーってこと、うん、それ薄めのコーヒーアメリカーノみたいな。ソジュ飲んでる意味あるんですか。前ちょっと飲んでみる。いい少しだったの味見。コーヒーがちょっとあれだから。あ、そうか。すいません。もう一回。すいません。よし、じゃあ今日はいろいろ回ってきたのでこの辺で終わりにしたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた。お願いします。次回の時お願いします。